願いします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。あれなんかまだ一人なんですか？あ、そうです。もうそう時間なんですけど。あれベックスさん。ベックスさん来てないですか？見てないです。どうしますか？どうします？ベックさんどこ行っちゃったんですかね？まあとりあえずもう時間なので、はい、セントラルパークへ行きますか？二人でですか？そう、二人で。じゃあ、はい、行きましょうか。はい、行きましょう。はい。はい、出発しましょう。はい、行きましょう。すいません、遅刻しました。あ、すいません。はい。あ、入っちゃないよ。あ、すいません。すいません、ゲストにせっかく呼んだのに遅刻しちゃって。てか、ずっと一緒にいたけどね。声だけは声だけは聞こえてくる。今日のゲスト、神田沙耶香ちゃんです。はい、神田沙耶香です。よろしくお願いします。 いつもは、何をお仕事なさってるんですか？はい、普段は声のお仕事を実際にやってます。声だって、声神田さん、声ナレーションとかですか？ナレーション、そうです、吹き替えのお仕事だったり。すごい。なんか代表作的なのあります？代表作ですか？あの韓流ドラマ の、 おやっぺ、あのチュノって作品には、はい、見てました。本当ですか？マジで見てました。やべえ、マジか。うわすげえ、すごい、はい、ゲストが来ちゃいましたね。ちょっとよろしくお願いします。今回ね、初回放送なんですけど、これ中野 TV と言いました。これから僕たちが中野をね取材して、いろいろ、店舗とかね、面白い場所をご紹介する番組なんです。どう、はい、この TV の、はい、趣旨を毎回ゲストの方に、はい、言ってもらうんですけど、カメラに向かって、カメラに向かって、はい、いや、カメラの奥の唐沢さんに向かって、唐沢さんに向かって、はい、わ、はいはい、かりました。お願いします。はい、この番組の趣旨はですね、中野 TV とは中野にあるたくさんのお店や素晴らしい場所、楽しい場所に私たち調査隊がお邪魔しに行きます。そして実際に取材に行き、体を張って体験し、全世界の皆様に日本、そして中野を知っていただこうじゃないかという番組になっております。この番組を見ていただき、ぜひとも遊びに来てください。気に入ったら住んじゃってください的な番組です。はい、ありがとうございます。完璧です。 OK です。あ、大丈夫です。すみません、ありがとうございます。本当にすみません。川沢さん、大丈夫、大丈夫です。 OK。 よし、じゃあちょっとお祭りもやってるんで、はい、早速行ってみましょう。はい、さあ、よろしくお願いします。お願いします。これが、セントラルパークの入り口、はい、かな。まあ入り口いっぱいあるんだけど、あ、太鼓の音が響いてますね。太鼓、そうっすね。12時。お腹すいたっしょ。おー、そうです、そろそろ。あ、お腹すいた？めっちゃすいてます。めっちゃすいてます。ちょっと屋台を見て、はい、飯食おう。飯、はい、
沢さん、はい、飲んじゃおう。もう飲んじゃおう。もう飲んじゃいますか。もうダメだ。もうダメだ。まだ始まったばっかりなんですか。親父の会ですよ。親父の会、俺のことじゃない。親父の会、親父の会始まりました。親父の会。わあ。てか見て、すごい人。すごい人。止まった。じゃあここで、はい、食べて屋台で、食べていただくということ、これマイサイフ、マイサイフ で, イフで、お小遣いを、あ、本当ですか。ででで、わお、2000円。2000円これで、遊んできてください。ありがとうございます。はい、だが、はい、あれ、ベックスさんは、俺はね、まあちょっといなくなっちゃうから、ちょっとまあまた後でちょっと。ベクさん、僕の生も買ってください。違う違う、お酒じゃないから。あ、お酒じゃないから。ちょっといなくなっちゃいますけど、はい、じゃあまた2人で、はい、はい、じゃあ唐沢さん、はい、行きましょう。行きましょう。すごい。タイのカップラーメンもあります。どうですか。はい、ありがとうございます。バケツドリンクですよ、唐沢さん。バケツ飲んでみません、バケツ。え、バケツってどのぐらい。あれが、あのポップコーンのあれが。ポップコーンの中に入れてる。総重量 2.5 キロ。あ、でも999円。はい、私今今回2000円しか持ってないんですよ。あら、まあ、でこれでもみんなで飲むのには。あれ、すごい、ストローで1000円プラスされました。あ、じゃあこれはバケツドリンク買っちゃいますか。はい、じゃあどれ。どうしよう。シクワサハイボールビール。どうしようございますよ。シクワサ様、美味しいっすよ。バケツシクワサいただきました。いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、気をつけてください。はい、じゃあこちら大丈夫かな、持ってますか。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すごいですけど。じゃあとりあえず一杯いただきます。はい、これこのまま飲んじゃって大丈夫ですか。はい、さっきバケツシークワーサーで1000円使ってしまいましたので、残り2000円で美味しいものを買いに行きたいと思います。はい、よし、じゃあ行きましょう。原沢さん、嫌いなものとかってないんですか。嫌いなものは一切ないです。おお、すごい。苦手なものもないんです。ないです。イグアナから、え、イグアナから嫌いなから、何か何でも食べられます。食べ物の話です。イグアナ結構美味しいんです。え、食べれるんですか。はい、食べれます。すごい。早速ありましたよ。はい、たこ焼き。お、やっと勝ち合ってますよ。はい、はい、青木さん、じゃじゃん、たこ焼きです。これ定番ですね、日本の屋台で。あ、美味しそう。ちょっといただきます。はい、熱そうです。一口で、一口で。いただきます。はい、どうしよう、どうしよう。すっごいたこ焼き熱かったんですけど。たこ焼き、うまそうじゃん。唐沢さんが、はい、一口でいけって言うんですよ。ひどくないですか。唐沢さん言ってないです。唐沢さん、手本見せて、手本。そうですよ。食べさせてあげて。はい、唐沢さん。はい、唐沢さんも、はい、はい、味わってください、このたこ焼きの味を。すごい湯気が。はい、あーあっさ。あはっ。誰も持てない。行け、行きましょう。大丈夫です。あといくらあるの。あと1000と600円ですね。お、いいね。
まだなんか美味しそうなお店が、はい、いっぱいあるんで、あ、なんかすごい気になるの発見しましたよ。じゃあ、ちょっと俺これから仕事なんで、すいません、またドローンさせてもらいます、はい、じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。サラサさん、汗びっしょりですけど大丈夫です。いつものことです。きりたんぽ食べれますですよ。焼きそば食べですか。すごい。焼きたんぽ来ました。食べるもんなきりたんぽだけ。美味しそうですね。だしがめちゃめちゃ美味しい。ナベツさん食べてないでしょ。そっちこっち食べてこれ。地元どこ？地元新潟です。あ、じゃあなんか近いんじゃない？そうです、秋田が近い。懐かしい味がちょっと。そうですね、ちょっと地元を思い出す。いいね。懐かしい味がする。これもね、これ地元の味。マジでこれは、これピー入れてくれる？はい、小学校の時飲んだ味。おいしい。もうほとんどない。あのね、まだ昼の12時だよ。これ2リットルね。やべえよ。タイガさん。はい。あの待ってる途中で時間もったいないので。はい。ちょっと質問させてほしいんですけど、はい、さやかさんって声優のお仕事をされてるということなんですけど、はい、声優ってどんなお仕事なんですか？そうですね、簡単に言ってしまうと、はい、あのキャラクターに声を込み込む、はい、なるほど、お仕事ですね。もうアニメに限らず。そうです、そうです。ゲームとか吹き替えもそうですし、はい、あとナレーションとか、はい、とかも声優の仕事。お金払ったの？2つ600円になります。遊んでんじゃないよ。ちゃんとお金払いなさいよ。バッチリお金払いました。はい。じゃあ、俺、はい。ちょ、噂で聞いたんだけど、ディスカバリーも出てたでしょ。あ、出てました、出てました。すげえ。ディスカバリーってだって海外じゃん。そうです。彼女はあのディスカバリー日本語版の声優さんもやってます。わお。やってます。すげえ。すごい。タイタニックも。タイタニックやったの？あの、2012ですけど。2012? やべえ。やべえ。俺も目指そうかな。そうですね。声優じゃなくタイタニック。タイタニックを目指す。あチーズがすごいとろけてます。おいしい。わお、すごい。いただきます。あ、焼きそばどうですか？うまっ。お、マジで超うまいっす。大丈夫ですか？大丈夫です。チーズが。これ、さやかちゃん食べてみて。はい、いただきます。一口でいけますよ。一口でいける？はい。さやかちゃんはの、やばい、絵がみんな欲しいじゃん。熱そうなんですね。そんなに熱くなかったっす。あ、マジで？はい。いただきます。うまい。今頼まないと。ちょっと待ってください。それ僕のです。あ、めっちゃうまい。僕のだ。一口。あなた食べた？一口しか食べてない。俺も一口。そうです。一緒じゃん。ある。詐欺だ。詐欺じゃない。一口。あなた。はい。これどんなのがあるの？めっちゃかっこいい。タクです。誰？タクです。あら、どうだよ。地球の部屋をよろしくお願いします。めっちゃかっこいい。中野キャンプで、こっちが帝京平成大学中野キャンパス。めちゃめちゃ綺麗じゃん。綺麗ですね。あ、そうね。昨日も飲んでた。昨日も飲んでました。どこで？昨日は新宿です。これノンアルコール。
コール？はい、ノンアルコールです。でもホットウイスキー飲めるのってなかなかすごいですよね。ホットウイスキー、ルキさん、今日はどうだったんですか？あの仲間の人にすぐ渡せたんですか？知り合いに。何を？誕生日の何枚か。めっちゃ大変じゃん。はい、まだまだお祭りは賑わっておりました。そうですね。はい、ですね、メイクさんも酔っ払ってますし、あのカメラマンの唐沢さんまで酔っ払ってて、もう私どうしたらいいかわからない状態なんですがね、早速もう次に移動したいと思います。やっぱりもう中野といえばですね、ブロードウェイですよ。もういいじゃん。ブロードウェイ行く？ブロードウェイ行きましょうか。行く？行きましょうか。よっせーの、今回ね、中野 TV 初回放送、もしかしたら人気がなく終わってしまう可能性もございます。ということで、今日、中野にある占い、ここ私たちのテレビ今後を占ってもらおうかなと思い、今日来ました。なるほど。わ、見てごらん、ごらん、ごらん、見てください、日本の有名な方が紹介してますよ。紹介してあげて。もうほらこの2人なんてね、めっちゃ有名。てか全員有名なんだよ。あれ、これ鑑定士の人ですよね。そうです。あ、すごい、すごい。あれ、俺も乗っちゃうのかもしれない。ここに、ここに、私たちもこの辺に、この辺ちょっと貼ってもらおう。ですので、これから中野にあるマブロードウェイ地下、こちら精神道場、精神道場の中野の母と言われている未来先生、今日も先ほど店長さんから言われた通り、予約でいっぱいなんですが、わざわざ1時間ちょっと掘ってもらったので、わー、楽しみですね。今後ね、見てもらおうかと。ちょっとガチの占いなんでちょっとドキドキしてますけど、すっごい緊張してきたんですけど、ちょっと他にも監督されてる方いるんで、ちょっとこちらの方にお伺いしたいと思います。では行きます。占いの場所に待ってまいりました。はい、ついに来ました、この時が。今日はね、占いの先生、中野の母と言われています未来先生という、もう予約がね取れない、なかなか取れない、なのに今日わざわざ1時間だけ取っていただきました。こちらが中野先生。それではね、お時間がもう本当にないので、早速ちょっと行きたいと思います。行きたいと思います。はい、こちらが中野の母と呼ばれる未来先生でございます。今日はちょっとお忙しい中よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。今日はね、あの未来先生、中野の母と呼ばれてる、本当に予約が取れない、もう本当ね、無理言って今日1時間取っていただいた、すごいです。実は昨日
ちょっと打ち合わせでお話を聞きに来たんですけど、お昼に来たらお会いできたの夕方4時半というもうなかなかね本当にお会いできなかった大人気の先生に今日1時間こっぴどく見てもらおうかなと思います。今日はどうぞよろしくお願いします。はい、見てもらう前にいくつかご質問したいことがあるんですけど、はい、未来先生は主にどのような占いを、私はですね、外に手相がありましたね、はい、ございましたように手相を拝見いたします、はい、それとともに、入ってこられたら人相をね拝見いたします。やばいじゃん俺んちはやばいじゃん見ます、はい、それから2つはここのところにご記入いただきましたね、はい、生年月日でも何種類かあります、はい、まあもちろんここに書いた名前の、はい、これから拝見するかもしれない会社の発掘とかそういうようなものを見させていただいたり、はい、それからまあ元々もいろいろなことをタロットもありますね。おそれからね、日本特有のもので仮想とかね、家お家の中にどういうものがあってどういう作りなのかそうなんです。それからまあ風水とか、それからまあ一つ言えば、まあ、方位とか、どういって自分の方位とどういう気をもらってくるのか、はいはい、どうなのか、そういうのも見させていただいてます、はい、結構幅広いんです ね、 そうですね、もう生活全般にかかってますすごいすごいだから怖いじゃあ今回はやっぱり海外の方も見る番組ということ で、ね、分かりやすいように手相とタロット占いをお願いします、はい、あれですか、海外の方でもお客さんとして来られる時ってやっぱありますか。ございますね。やっぱあるんですね、はい、私、まあ、通訳の方についたり、はい、ご本人様は日本に滞在されて、で、まあ、結構日本語がね、理解いただけたり、はい、そういう方が多いです、ね。はい、いや気になりますもんね、自分の未来とかね。あ、そうやーぶ。在籍されてる先生とかって結構いらっしゃるんですか。はい、上司ですね、8人いたら、はいはい、まあ、12、3人というでしょうか、はい、おりまして、年齢はまた様々でございます。そうなんですね、はい、実はね、はい、いや未来先生じゃないんですね、はい、他の先生にちょっとお世話になってるそうだったんですね。僕ね、これ見てナイーブなんだねそういつもお世話になってる。ここの先生さんは、はい、もう長いんですか、やられて。そうですね、まあ、20年近くになっております。長い、もう老舗ですね。じゃあそれで、はい、これ見てもらうにあたって予約とかっていうのはお電話、はいはい、お電話だけですね、はい、今のところお電話で直接いただきまして、はい、店長の方で、はい、予約をいただきますので、はい、それ調整させていただいております。はい、はい、早速ですね、じゃあちょっとお時間の方がなくなっちゃうんで、そうですね、貴重なお時間がなくなっちゃう、見ていただこうと思うんですが、はい、実はね、昨日、この、ま、今日見ていただくにあたって、事前に会社の、自分の会社のですけど、こと、はい、いろいろ資料を持ってきました。いろいろ出してもらっております。そして、ね、初回放送のこちら中野 TV 今後の行く末それを見ていただくために、それもちょっと事前にね見ていただいておりますので、まずそちらからお聞きしたいかなと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの会社名を伺いましたら、株式会社アップクリエーション、はい、ということで、こちらのまあ画数をね、はい、拝見させていただきました、はい、21画ということで、はい、非常にまあ、これからね、はい、徐々に、はい、皆さんのご信用を得て広がっていく実績を作っていける画数で、うん、あると思います。唐沢さん、いいじゃないですか。ありがとうございます。新しいことを始めているのには非常にいい。本当ですか。はい、もうお名前ではないかというふうに今後気になります。思っております。素晴らしいです、はい、今後どう大きくなるか聞いておいた方がいいって今後はどうでしょうか。今後はですね、はい、まあ、この会社をよく拝見させていただきますと、はい、非常に力強いですね。いろんな、まあ、五線の方がお集まりになっている、まあ、方である。それが、まあ、一つの、まあ、大きな形となって、
まあ、山のような岩のような形を作って、そして、まあ、そこからこう流れを作っていくという形ですね。で、まあ、非常にマイペースなあのところのある会社であると、まあ、いろんな、まあ、個性の人が集まっていらっしゃるんでね、まあ、それぞれがそういうその、まあ、マイペースさっていう、はい、自分のその能力っていうのをマイペースにこう自己表現しながらね行くような会社になっているということですね、はいはいはい。あの一部それも見ましたが、まあ、もう一部の方はですね、はい、あの別の方向から見ると非常にあのやっぱりクリエイトっていうふうにまあありますけれども、はい、クリエイティブなやっぱりその星がやっぱり出てますね。非常に頑固さを持つところと非常に繊細さを持つところと、はい、まあ、その繊細さを持つ人たちのきっと集まりが、はい、あの多分この頑固っていうね、あそのまあ大きなそのそっちの山の流れっていうのを作っていくんじゃないだろうかというような、まあ星を持っておりますね。これもう将来やばいじゃん。そうですね。お金しか浮かんでこない。やばい。うわ、ちょっとすごいじゃん。じゃあちょっと中野 TV の方、はい、でございますか。はい。はい、あの中野 TV という、はい、まあ、この名前なんですけれども、はい、まあ、あの本日ということでありまして、本日からという、はい、本日はもう大安吉日ということでね、非常にいい、素晴らしいですね。いい日にお始めになったというふうに思いますけれども、はい、今度は隠しで、はい、撮らせていただきますと19泊ということで、はい、非常によく直感力とか感性はあるんですけれども、あやっぱりまああの非常に浮き沈みがね激しいあのお名前であるということでございますね。川沢さん全て川沢さん川沢さん、しかしですね、はいはい、まあ、あのじゃあちょっとあの変えてみてですね、はい、中野チャンネル、はい、CH としてはどうかというふうに思いました、はい、これも変わらず川沢さん19巻でございました。川沢さんじゃあちょっとそうしますと、はい、まあ、せっかくの大安の日にですね、はい、まあ、船をこぎ出すことになりますから、はい、まあ、あのそれであれば、はい、では与党下の名前をきちっとつけまして、はい、中野テレビチャンネルということで、名前をね、あの作らせていただきますと、23画、非常にあの土台もしっかりして、ゆくゆく大きなものにつながっていく、先ほどのその会社名に近いような流れを持つんじゃないかと思います。で、まあ、この民機運といたしましても、まあ、こうテレビということに関しましても、三角があるというのは、非常にいい流れだと思いますので、まあ、あのこちらで一つ、どうかなとも思いまして、ご提案いただいたんですけれども、いや、あの、川沢さん、早速すぐあの会社電話して、あのこれ以上、はい、もう、あのテレビチビちゃんだ、はい、あ、いいじゃん、だからチビちゃん、OK、もうこれで、うわ、ありがとうございます、はい、うー、超嬉しい。ではですね、はい、ベックスこと渡辺篤でございます。ちょっとお二人には少し詳しく見させていただきます。おお、はい、渡辺さんに関しました、渡辺さんね、関しましたよね、はい、これからグッド運気が上がりますでしょうね、はい、どういうことでしょうね何言いなくないみたいな、こういうバリエーションもあるの？どういうの？いいと言いながら顔は良くない。いや、あの本当にあの流れが変わっていく時期に来てる。あ、そうなんですか？あのここ1、2年はね、すごく悩んだと思います。そうなんです。言えないですけど。テレビは言えないですけど。悩んでいろんなことがあって、そこからまあ少し抜けていくでしょうね。だんだん、まあ、あのこういうものが、はい、来年の2月4日過ぎからね、いろいろ変わってきますし、もうすでに今年の後期でも今ですね、はい、から来年の様子が出てきてますので、前よりもあの自分の気持ちの中では、こういう方向性でいこうという流れが、ね、はい、出てきてるというふうに言えると思います。そしてまた、そのいろんなところでね、あの転換期となっていると思います。変換、はい、さっきの変化してこうだっていうことで転換の運気ですね、はい、それがこの30代半ばからっていうところをね、
ね、大きな転換になります。例えばどのような転換なんですか？エネルギーが非常に強くなります。もともと自分のそのまま星の中に自分の強いエネルギーを持っている方ではないんだけど、これからは強いエネルギーが持ちますので、もうすごくいろんな面で動きたくなって、じっとしてられなくなって、マジか、うん、これいい意味でってこと？いいんです。今の意味はいい意味です。それから逆に言えば、じゃあ悪い意味でって話になるんですね。そうすれば、エネルギーがあるのにもかかわらずやることがないっていうことはなかなか厳しい。だから自分がこうやりたい、ああやりたい、もともと渡辺さんの演技も自分のその、まあ、方向性をね、はい、まあ、クリエイトしていくような、まあ、さっきのね男性もいましたけど、はい、渡辺さんもそういうんです、はい、発想して、まあ、こうやってああやって生み出していこうとする力が強いんですね、はい、それに一つエネルギーが加わるってことなので、その生み出すものっていうのがあんまりないとね、自分の中では結局どうしたらいいんだろうってことになるけど、10個以上あるじゃんやばいじゃん。そうです。なのそうですね、お仕事をこれから頑張る時期にやっぱりなってますね。うん、じゃないんだよ、恋愛してる暇はないですね。恋愛性はね、ちょっと前にこう出てます。うん、でもね、まあ、変化の層も出てますから、はい、やっぱり、まあ、この32歳あたり前後ぐらいのところでね、やっぱりちょっと、まあ、3日くらいかな、そこら辺でご結婚に来ればいかがですか。そこだとね、お子さんとかね、はい、そういうのも可能じゃないんですか。まあ、に抜ける頃ね、はい、に、まあ、ご結婚の方向性っていうのをね、してみたらいい。そしたらね、お子さんの線としてはね、まあ、本人が望めばね、そこでまあ、お見になったり、まあ、それからまあ、30代の方が結構超えてね、もう一人っていう線でね、出てますよね。おー、いいじゃん、いいじゃん。だからまあ、一応線としては、内面的な変化っていうことでね、出てますから。恋愛のね、はい、じゃあその、方向性をタロットで見てみましょう。そうですね。お願いします。だから私の恋愛をタロットで見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではね、少しシャッフルしていただいて、はい、将来の彼のことでも思い浮かべながら少し。してください。はい、では始めます。手を、ね、離してもらって、エネルギーの強い方とか熱く感じる方の手を右か左かね、答えてください。左ですね。はい、問題が生じてる様子ですね。問題が。ちょっと問題生じてますか。まあこれはね、問題を生じ、まあ、意見を戦わせるっていう感じですね。なので、お互いいろんな思いがあると思うんですけど、ね、そういうことを意見を戦わせながら、問題解決をしていきたいと。でまあそれで、まあ、お二人のね間には。希望があるよっていうカードが出てますよね。おお、すげえ、すげえ、すげえ。それをありながらの、まあ、この問題を解決していくってことです。現在ですね。そうですね、現在ですね。ではね、これ過去にあるからね。いろいろね、お互いの間でね、傷つけ合ったことがね、あるんじゃないかってことですね。ありますね。精神的にこう、まあ、さっさとね。されたってことですね。あるんじゃないかってことですね。でもね、二人の意識はね、やっぱり先に向かってうまくやっていこうっていう流れが非常に強いということなので、結果っていうそのものを導き出すカードじゃないんだけど、もういい流れを作ろうっていうカードですね。どちらかというとね。ただし、
というふうに思いますね。現実的な面ではまだ進んでないんじゃないかとか、もしですよ、お相手がいて結婚ということを考えて、ね、いるならば、まだまだ結婚の方にはね、あ、行き切ってないんじゃないだろうかっていうのがちょっとね、出てますね。はい、これは現実的なところはね、まだまだはっきりしてないって感じですね。そしてね、少しね、先の流れになると、お互いがね、相手のことをね、思いやるパワー、少なくなりますよって。で、この辺は一つね、お気をつけない。お互いが仕事忙しくなったりするんじゃないですか。そうすると、相手のことを思い合えなくなって、パワーが、相手に思いやるパワーですよ、現象。そういうようなところも出てるんで、気をつけて。分かります。人のね、マジで面白い。ガッツポーズするのやめてくださいね。お二人はね、お互いのことをまだまだ思ってますから今のね、ここにね、今のところですよね、はい、今出てますから、はい、ここにお気をつけになるってことがね、重要だというふうに言えますね。じゃ周りはね、どういうふうにお互いのそのところをね、感じてるかってことですね。周りの人たちはね、あんまりね、応援してるって感じじゃないわね。そうですね、確かに。なのでね、少し良くはなってきてるけど、徐々にね。だからこういうそのまあ、見方も少しつけていくってことがね、重要なんじゃないかなってことですね。うん、そこをね、大切にしてみてくださいね。いずれはご結婚かしら。出ちゃった。出ちゃいました、これ。あら、渡辺さんのおっしゃるのは、ちょっと違いまして、あのね、お金払ってって。もうなんかこれはもうお互いが結ばれるからガードですね。それもね、いずれ彼の方からね、来るんじゃないかしら。どうしましょう。積極的にリーダーシップとって。でも今これだけどね、今問題があるけどね。今の彼からですよね。そこを乗り越えた後先に、そう、あと乗り越えないと、一山。そうですね、お互い。そうしたらちょっと流れがあるんじゃないですか。ちょっと一山乗り越えていただかないといけないと、はい、そうすれば先の流れにはそういう可能性も持ってますよというのがね、出てますね。わー、レクさん、よかったね。泣きながらね、ドカーンが出なくてね。ね、残念でした。将来金持ちだからさ。あ、本当？まあちょっとこれはね、またいつかこの未来先生にちょっと、はい、ね、また前回の、はい、結果をね、はい、言いにまたお願いした時に今回のこと全部、ありがとうございます、ね。さあ、占い終わりましたか。はい、どのような感じだったんでしょうか。どうだったの。いや、私はもうすごいいい運勢を見てもらいましたね。すごい。はい、もう未来が三千たる感じ。変な話ね、もう仕事もそうだし、恋愛もね、はい、すごいいい方向に行くみたいで。でも、2年間は我慢でしょ、修行。そうです、そうです、はい、いや、それは、まあ、本当未来先生、はい、ね、うちらが終わった後もお客さん行ってたしね、これからもなんか予約の決済みたいで、わざわざちょっと1時間、まあ、30分オーバーしちゃって1時間半になっちゃいましたが、本当にもういろいろね、格言じゃないけど、これからも1時間半でしたね、いろいろいただいて、まあとりあえず僕は3年後に金持ちになるみたいなんで、そう、本当にすごい大絶賛されてたんで、表に出ます。表に出る仕事をやりつつ金持ちになって、恋愛はダメです。まあそうですね、まあ頑張っていきましょう、はい、あれ、ちょっと川田さん、はい、なんかちょっと気疲れじゃないけど、はい、占いしちゃったらさ、おどかしちゃった。そうです。ビール、はい、ビールビール、お酒飲むか。お酒行きますか。あ、でもなんか飲みすぎたらダメって言われたから。そうですよ、肝臓がって言ってます。でもビール飲み行こう。